これマッチすんの、そもそも朝釣れないんだね。そこなんだよね。そんなに釣れないの。うわー、なんか思い出したわ、昔フルパバロが流行っていた時代を。ずっとゴッドフィールドやってた。あー、やってたな。じゃあゴッドフィールドする。まあそうなるか。ボコボコにするけど、マジで本当に。いや悪いけど、ボコすよ。ゴッドフィールドか。うるはさ、その説は、その説はごちそうさまでした。ゴッドフィールド飽きたわ、あのゲーム。極めた。ゴッドフィールド一旦やっとく。ね、期待を背負ってデュークはマジでエーペック。X の歴史を1ページ作ったよ、あの人。最年長で、最年長で2人で世界大会デュオでチャンピオン取るのやばくない？しかも8キロぐらいしとったでしょ。えぐいって、あの人。あの人昔から憧れだったからな、俺中学生ぐらいから。そうなの。うん、ライズのデュークってこと。そう。いや出た、 COD だからってことか。俺らからしたら、まあ、今のエペックスでいうラッサンみたいなポジを思う。うわ出た、やっぱライズのデュークなんだ。いやもうね、もうその名前を言うだけでね、もうね友達ができるぐらい。うっそ。マジマジマジ。オーバーウォッチも世界ランク一桁とか二桁だからね。天才マジで。何でもできるよ。うちらビッグで50代60代になったらシニア大会で優勝しようぜ。絶対さ無理やん。シニアもマジで。いやでも例の方向性じゃちょっとまだきつそうだな。80ぐらいでお願いしたい。80確かになんかいい勝負すんじゃね。そんぐらいになってきたら多分だから。80だったらデュークさんともいい勝負する気がする。いい勝負できると思うのよ。もう出て生きてる。重量級の勝負になってくるな。そう、ミラージュウルトで多分一人ぐらい死ぬ。多分全員追い切れないでしょ、ミラージュウルトで。いや、オートジタイム。手震えてるから。確かに。バロラントとかでやったらラッシュ止めれない。対戦を確認。ブチタも聞こえないから。V チートも聞こえないから。ウルト来てる時とかマジで V チート聞こえなそう。一人だけ関係ないとこラッシュ行くかもしれん。ラッシュの意思疎通すら取れてない。一人で B ラッシュ。C ラッシュ、 C ラッシュとか言って B じゃないのか。そっちか。積もった。もうクソゲーム。よし、俺の第三ゲーム。しょうもねえこのゲーム。おはようございます。よし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 ありがとうございます。それだけ教えに来てくれたんだ。それだけ教えに来てくれたんだと思ったけど。え、優しい。誕生日おめでとうって言えなかった直接。あ、俺もリップでしか言ってない。幻聴聞こえ始めたのかと思ったもん。レイド君、最近好きな人できた？ストレートだな。配信でする話じゃないの。好きな人欲しいな。でもあー欲しいんだ。欲しいタイプ、欲しいタイプね。楽しそう。最近なんか少女漫画読んでたから。うわいいよね少女漫画。うん、あれいいんだよな、マジで。好き、恋愛ってさ、付き合っても最初の方楽しいけど、付き合うまでのさ、あの攻防戦がマジで面白いよな。まあ言いたいことはドキドキキュンキュンするよね。まあまあ、そこを楽しんでるまである。少女漫画は、ね、少女漫画そうなんだよ。そこがいっちゃん楽しいのよ。ここがいっちゃんおもろい。早くくっつけみたいにね思うところがね、やっぱ一番楽しいのよ。